全ての奇跡はここから始まった。特設ステージです。今こちらでですね、動きがありました。実はこの広場ですね、車両が進入することはできないんですが、今入ってきたんですよ。トラックが入ってきました。はい、通常はですね、車が入ること、あ、今ですね、見えました。やはりセロですね、セロの絵が書いてあります。そして黒い文字でセロと英語で書かれております。そのセロの顔を何か指で隠すようにして、おっと、今パネルが上がりまして、ウィングが上がっていきます。中は暗幕、いや、中に人が立っていますね。これセロでしょうか。一体積みには何なのかと思いまして、セロの登場です。ついにやってまいりました。我々の前に姿を現した魔術界の貴公子セロであります。横浜港の潮の香りがピタリと止んだその瞬間、現れたるは魔術師のセロであります。甘いマスクにすらりと伸びた長い足、見るものを吸い込むような神秘的な宝石のようだと言われるその瞳を、今日はサングラスの奥に隠しての登場であります。漆黒の上下に身を包み、我々を魔法の世界へと誘うために、セロは今静かにこのステージへとやってまいりました。そしてその両脇をですね、卑怯な男性2人が囲んでおります。さあセロが登場しました。今ちょっとお話をお伺いしようと思ったんですが、すでにちょっと待ってください。早速ですね、もうなんかセロがやりがいのようです。私たち入ってみてセロが何をするのか聞いていません。ここで待っていて、おっと、セロが消えた。セロが消えました。え、あーっと、セロが今タワーの上に立っています。セロがタワーの上に立っています。一体どういうことなんでしょうか。一瞬のことで誰もが手に取られました。あっちに取られました。布が飛んでいき、ここからの水平距離は20メートルあります。高さは7メートルから8メートル。夢のような現実が今まさに衝撃的に幕を開けました。登場とともに想像を絶する奇跡を起こしたセロ、さらに信じられない奇跡が続く。我々の常識ではある個体が他の個体の中をすり抜けるということはありえない。しかしセロはそれを可能にする。物質内部通過、果たして現実に起こりうるのであろうか。奇跡の舞台は渋谷。 So, ジュース飲んでる方いますか。ペットボトル、空き缶、何でもいい。じゃあここに、なんかこの辺にゴミ落ちてる、すいません。偶然路上に落ちていたペットボトルを拾い上げるセロ、そのキャップをボトルの中に貫通させるというのだが、個体が個体をすり抜ける物質内部通過、それはセロにとって些細な奇跡だという。この蓋を中に入れます。え、よく見せます。 1 2 はあ、なんと手のひらに置いたキャップが一瞬のうちにボトルの底をすり抜け、確かにペットボトルの中に入っている。まさに物質内部通過。さらに別の場所からもキャップを貫通させるセロ、これは薄いプラスチックだから可能なことなのだろうか。 Let's go to Moss Burger。他の物体でも内部通過現象は可能だとセロは笑いながら語った。はい、いいですか、ちょっと座って。 What's your name? What's your name? Yukiko. I'm Seto. Nice to meet you. Seto. What's your name? Kiyoe. Corona beer, 好き。 It's from Mexico. 美味しいね、これ。あの、ちょっとですね、キャップしていただいていいですか。これ。これね、こう上に置いて、でもね、こう入らないですよね。ちなみにこのキャップを曲げないで入れることって可能なものですか。可能じゃない。ちょっとやってみてください。どうぞ。無理。OK。それでは。このキャップをなんとこれから瞬間移動でこの瓶の中に入れてしまいます。 OK?
きますよ。よく見せて。1、2、3。今度はキャップを固く厚みもあるガラスの中に入れてしまったセロ。狭い瓶の口を通ったキャップには何の変化も見られない。すごいよ。絶対開くんだ。そんなことない。絶対開くか。さらにセロがカメラマンに微笑みを送った直後、新たな奇跡が。確かに瓶の中に閉じ込められていたはずのキャップが一瞬にして瓶の外に。さらに燃えてた。どうも。チェース。はい。見る？見る。ちょっとおいで。偶然入ったファーストフード店を自らのステージにしてしまうセロ。見たいという観客がいれば、それが誰であっても構わない。ちょっと右の手と左の手つなげていただいてよろしいですか？そうそうそう、皆さん。僕の手と持ってください。OK？ そしてここにあるストローに注目していただきたいです。それだけです。注目してください。あとは僕が。手をつなぎ、5人のエネルギーを一つに集めるセロ。グラスに刺さったストローに注目。本当に突然、何の変哲もないストローは見えないエネルギーにより弾き飛ばされてしまった。さらに魔術界の貴公子が見せるカードを使った物質内部通過現象。ここにトランプあります。カード、ね、全部バラバラです。じゃあすみません、 your name、 お名前。ヒロカ。ヒロカ、好きなやつどれでもいいです。1枚抜いてください。スペードの8ですね。じゃあですね、このマジックペンでお願いあります。こう名前をヒロカって大きく書いてください。書いていいんですか？はい。場所も相手も選ばないセロが呼び起こす奇跡。それはその場に居合わせた人間と触れ合うことで不審さを増していく。Very good。 じゃあマジック僕受け取ります。はい。あなたのカード持ってください。はい。ストップ。はい。真ん中に埋めます。 OK。 入りました。もうこれで完全に埋まってますね。真ん中あたり。さあヒロカ、シャッフル上手い？結構できる。まあまあ、ちょっと右手を出してください。じゃあですね、これをシャッフルしてください。普通に切っていいですか？そう。ああ、大丈夫。満足？満足。はい。さらに、自分でもシャッフルを行うセロ。これでヒロカちゃんが選んだカードは完璧に他のカードの中に紛れ込んでしまった。しかしここまではよくあるカードマジックだが、それで驚くと思わなかったです。All right、じゃあ念のためもう一回。はい。照れちゃう。All right、それではこれからヒロカのカードを不思議な方法を使って探します。瞬間移動で探します。はい。皆さん、この窓の近辺をちょっと見ていただきたいんですけど、このトランプをですね、こう手で持って1、2、3。え？それ1枚のカードがくっつきました。これはヒロカのカードです。どうぞ取ってみてください。スペードの8。取れない。取れない。なんと1枚のカードが窓ガラスの外側に張り付いている。瞬間にガラスを通り抜けたというのか。あまりの非現実的世界。しかし私たちはカードがガラスの外側についた奇跡を目の当たりにした。一台のカメラを従えて店の外へと移動するセロ。店内に残された彼女たちは窓に張り付いたカードに触れようとするが、カードには触れることができない。
その場に居合わせた全員が見守る中、窓の外のセロがカードを裏返すと、張り付いたカードは間違いなくひろかちゃんがサインしたもの。一体何が起こったのか、もう一度振り返ってみよう。何もない窓ガラスに向かってカードを飛ばすセロ。すると1枚のカードだけが窓の向こう側に張り付いた。さらにスーパースローで見ると、窓に向かって飛ばされたカードの1枚だけがガラスの向こう側に張り付いているのが見える。もちろん窓に使われているのは普通のガラス。そこには何らかの仕掛けを施す手段も時間もなかった。別のカメラの映像でセロの手元をチェックしてみる。何ら怪しい動きは見受けられない。飛ばされたカードの1枚が窓の外側に張り付くという不思議。物質内部通過現象。しかもこの一連の奇跡は白昼堂々、多くの人が見守る中で行われたことを忘れないでほしい。1枚のカードを選び出す奇跡と物質内部通過という奇跡を同時にやってのけたセロ。しかしこれはまだ彼が起こす奇跡のほんの序章にしか過ぎなかった。手を触れることなく物を宙に浮かせる。常識では考えられないこともセロの力をもってすれば可能だという。空中浮遊現象。不思議を操る男セロ。セロの起こす奇跡は場所や人を選ばない。はい、excuse me、 すいません、あ、ちょっと今時間ありますか？いいですか？あ、これから奇跡を見せてあげます。ミラクル英語わかります？ちょっとすか、ちょっとすか、ミラクル、ミラクル見せてあげます、okay、そこで見ててくださいね。 Look at me。 セロの足元に注目。辺りを騒然とさせたセロの奇跡。街行く人々の目の前でなんとセロ自身が宙に浮かび上がったのだ。両足は完全に地面から離れている。重力を操る男セロ。さらにセロは光と風が存在する屋外で空気中の微弱な電流を使い物体を浮遊させるという。街で偶然出会った女性にお札を1枚貸してもらうセロ。 OK、 あの、ちなみに名前は何ですか？キクノ。 All right、 キクノ、ここにキクノ、キクノから1000円お借りしました。え、じゃあちょっと静電気を使った実験をやるんです。おもむろに千円札を折りたたみ始めるセロ。まさかこの千円札を宙に浮かべてしまおうというのだろうか。華麗な指使いでお札にパワーを送り始めるセロ。前後左右あらゆる角度から凝視されている状況の中、千円札は手のひらから離れ見事に空中で静止した。さらにセロが手を遠ざけても浮かんだまま、やがてセロの手の動きに合わせ浮遊するお札。まるでその姿は命を持った蝶が花と戯れているかのようだ。自然の光と風が存在する屋外では
たとえどんなに細い糸のようなもので吊り下げていても、光の反射によって必ずその姿が目につくはず。また何かに引っ掛けていたのなら、千円札が風で吹き落とされることも十分に起こり得る。しかしそういった様子は全く見られない。この現象、奇跡という他に表現する言葉を我々は持たない。さらに、Alright, one more. もう一つね。じゃあ今度はこれをジャパニーズ折り紙。ジャパニーズ折り紙。これは何の折り紙か分かりますか？飛行機。飛行機。やっとなんか分かった。OK, good. じゃあ菊野さんのこれをチョークで。これは分かりますか？滑走路です。別のカメラが捉えた奇跡の瞬間、セロの手を離れたお札はチョークで描かれた滑走路をめがけ浮遊し、見事着地。奇跡に遊び心を加えるのもセロ流のパフォーマンス。ちゃんとお返しします。 Thank you very much. ありがとう。すごい。ありえないよね。ありえない。その言葉を否定するのがセロパフォーマンス。人は当たり前に食事をし、お茶を飲み、宴を囲む。そんな日常こそセロにとっては奇跡の宴、神秘の晩餐。気まぐれセロが次に現れた場所、若者たちでにぎわう深夜のアメリカンバー。一体どんな奇跡を見せるのか。ちょっと面白いのを見せてあげます。 OK、Friday is の名刺。 What's your name? Aki Let's see、あ、じゃあこれクレヨン、フライデーズのクレヨン、名前秋。この店のショップカードでバラバラになったカードを瞬間再生してみせるという。秋、okay. じゃあせっかくだから僕の名前も書いて。セロ。I'm Cero. OK? じゃあよく見ててね。半分にまず曲げます。OK? そして今度もう一度半分に折ります。OK? この状態で半分。二つ。そして今度二つを四つ。でもう一回半分に曲げる。でこれで破ると何個になるんでしたっけ？ 8本。8個。はい、OK。じゃあ8本に破ります。じゃあ一個のカードちょっと持って。Okay、してこれ見せます。全部バラバラ。バラバラですね。Okay、でもすごい簡単。これをちょっと息をかけるだけ。すると、ショップカードは再生され、切れ端は
ぴったりと一致した。うわすごいよ。すっごい。続いてセロが訪れたのは恋人たちでにぎわうイタリアンレストラン。この静かな空間でセロが見せるのは甘い奇跡。はい、デザートいかがですか。おいしい。あのコーヒー出てきたね。コーヒーに牛乳入れたりしますか。たっぷり入れる。あ、じゃあサービスで入れてあげます。ミルク。ミルク。それ違うだい。ああまだ入れますか。まだ入れ。大丈夫。これから僕が飲んだミルクをこの中に入れます。困るぞ。そういう意味で入れるじゃないです。 OK。 Very simple, very simple。 じゃあですね、ちょっとコーヒーコップをここ左手で持ってください。 Very good。 しっかり持ってね。これを右手でここで押さえてくださいね。そのまんまこういう感じです。怪しい煙をカップに注ぎ、ゆっくりと手を回すセロ。ああ、あれすごいプルプルしちゃう。え、すごい。なんか変な声出た今。一体何が起きているのか。あれちょっと待って。え、もっと。色変わってきた。あ、すごいすごいすごい。え、すごい。怖い怖い。え、なんで。あ、すごい。こちらは真上から見たカメラの映像。セロの指の動きに合わせてミルクが浮かび上がってくるのがわかる。一体この現象をどう受け止めればいいのだろう。え、じゃあこっちもこっちできますよ。あれも全部飲んじゃった。目の前で起きた信じられない現象に納得のいかない男性客。ちょっと飲ましてよ。普通の。ちょっと飲まして。普通。俺も手震えてたけど。だって本当だ、カフェオレみたいになってる。なんでだ。すごい。砂糖は。砂糖入ってないよね。あ、じゃあ砂糖を入れできます。できる。砂糖、ブラウン or 白。本当にできます。ブラウン or 白。ブラウン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 。OK。戸惑う二人を楽しむかのようにセロはさらなる奇跡を見せた。あれ？あれだ。ブラウン。ちょっとなくなっちゃったよ砂糖。セロの手の中で消えたブラウンシュガー、その行く先は。おいしいでしょ。どうやら消滅した砂糖は女性客のコーヒーカップの中に移動したようだ。自分の目と舌で味わった不思議な体験に戸惑うお客さん。そこに再び戻ってきたセロはさらに。いいですか、ストップし。なんか震えてんだけど俺。
鳥肌立ってきちゃった。なんかなんで常識や理屈では説明できないセロのパフォーマンス。驚きを隠せないのは、この場所で何をするかさえ聞かされていなかったスタッフも同じだった。何にもないですよ。ないない。だって最初飲んだ時普通のコーヒーでしたもん。飲みました最初。最初飲みました。普通のコーヒーですよ。味も味も。見えない力で液体までも操るセロの指先。さらに液体の奇跡は続く。次のステージは公演。はい。暑いね今日。How are you? ちょっと面白いの見せてあげるね。この水を一瞬にして凍らせようか。凍るんだって。うん。じゃあ凍らせて見せてあげるね、はい。これをちょっとこうやって。出るでしょ。ちょっとこれを持ってね。わかりました。別のカメラでもう一度スローモーションで見てみよう。ペットボトルの水が一瞬にして氷結したのが分かる。結構暑いから首のあたりつけると気持ちいい。じゃあね、頑張って、すごい、すごくない。誰もが手にしたことがあるお金もセロにとっては奇跡を起こす一つの手段。奇怪な通貨。奇跡を楽しむ男。大阪に現れたセロ。はい、10円玉と100円玉ありますか。10円玉と100円玉100円玉しかないけど。100円玉しかない、はい、誰も10円ない、はい、10円誰も持ってない。10円は10円面白いの見せてあげるよ。おお。じゃあ10円、あ、ののじゃあこれでいいです、はい、10円玉と100円両方ともお借りしました、はい、違いわかりますか。10円と100円違いは何ですか。金額が違う。金額違う。そうですね。じゃあちょっと左手を出してください。そうそうそう。そして10円玉と100円玉を両方手に入れます。しっかり握って。はい。Okay? はい。裏返し。1枚だけ抜きます。はいはい。ちょっと緩めないと。で、じゃあですね。僕が抜いたのは、しっかり握って。はい。僕抜いたのはいくらですか。10円。ということは手の中はいくらですか。100円。100円。これから一瞬にして10円玉と100円玉を入れ替えます。ほう。いきますよ。1、2、3。10円と100円が確かに入れ替わっている。すごい。手の中見てください。あれ、これは瞬間物質移動、テレポーテーションなのか。まさにストリートパニック。はいよ。1、2、3。じゃあね、1000円貸してくれたら増やしてあげます。1000円。OK。 じゃあ Here we go。 一回半分に置いて、もう一回半分に置いて、もう一回半分。お金を増やしてあげると言って預かった1000円札、それを4つに折り曲げ、鋭い視線で見つめるセロ。誰だ。寄ってくださいね。よく見て。左下の画面に注目。こちらはスタッフのカメラに向かって見せた奇跡の瞬間。
さらにスーパースローで見ると、なんと千円札が1万円に変わった。これやったじゃん。儲かった。すげーすげー、okay. これして、ま、もう一回やります。千円札を1万円札に変えてしまったセロ。そして今度は目の前で、ましてやカメラの映像で見ても仕掛けやトリックがわからないセロのパフォーマンス、残るのは不思議という感覚だけ。なんで？でも僕は増やしてあげるって言った約束は必ず守ります。はい、 OK、 それでは増やしてあげます。じゃあこれをまず僕の左手に入れる。ちょっと手出してみて。うっ、増えました。いっぱいになって増えました。いっぱい、はい、お金がいっぱいになった。すげえ、あっち1000円、ちょうど1000円だ。すごい。お札を入れ替えたのか、それともお札を変化させてしまったのか。あれ、セロ髪切ったと思ったら、なんとマスクが。実はこれセロのたっての希望で大胆に特殊メイクしちゃおうってわけ。そして変身したのは完成。よぼよぼのおじいちゃん、これでは誰もセロだと気づくまい。ワクワクしながらおじいちゃんセロが向かったのは東京を走る都電。どうやらバレずに乗り込めたようです。この変装で一体どんないたずらをしてかそってのかな。おいおい、なんだこれ。大丈夫ですか。ちょっと眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてますよ。おーっと危ない。何ですか。いや大丈夫です、大丈夫です。ちょっと眠たかっただけです、先生。あ、そうなの。ならいいんだけどね。いや、それにしても随分変だよね。なんて言ってるうちにまたもや斜めになりすぎです。いや、この人本当おかしいわ。飲み物って、ここは電車の中だって。お茶ない。お茶、お茶、飲み物。すいません。あらあら、広告破いちゃったよ。でもそれはただの紙。おじいちゃん、飲めないんだってば。なんと本当のお茶が飛び出した。で、さっきの広告は、お茶の写真が消えて真っ白。どうしてどうして。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごくごく。おじいちゃんセロの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後の一口はうまいね。さてと。
またもや絵のお茶に戻っちゃった。本当に不思議。あらあら、ポケットに入れちゃって、また誰かを驚かせようってわけ。本当にまあ、皆さんの街にもおじいちゃんセロひょっこり現れるかもしれませんよ。お気をつけて。セロを取り続けたテープは300本を超える。しかしこれまでご覧いただいたのはほんの一部にしか過ぎない。その未公開 VTR が今明かされる。セロが巻き起こす不思議な現象にあなたの常識は崩れ始める。やってきたのは笑いの街大阪。There, just shots. ここ。やめて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 や
うわっ、うわっ、うわっ、タバコは一体どこへ行ってしまったのか。タバコは続いては和菓子屋さんへ。いい、まずハンカチにお店の名前を書いてもらう。いい、じゃあこのハンカチはこれで世界一しかないハンカチですよね、はい、ちょっと持ってください、はい、ナプキン、oh. じゃあこのナプキンをちょっとこう軽く丸めますね。はい、この中入れていきます。お店にあったナプキンを丸め、その中にハンカチを入れていくセロ。一体何をしようというのか。じゃあよく見ててください。 Here we go. One.Two, three. 消えてしまいました。ハンカチ、ハンカチ、いや、ちょっとそれだけなんですけど。戻ってこないんです。え、戻ってこないんです。戻ってくる。あ、じゃあですね、ちょっといきますよ。このアイスクリームの中にですね、何を思ったのか突然ソフトクリームの中に指を入れ始めたセロ。すると、こんなことが起こりうるのか。先ほど消えたハンカチがソフトクリームの中から現れた。なぜ。次の舞台はどこにでもあるスーパーマーケット。多くの買い物客でにぎわう夕方のスーパーマーケット。セロはこの奇跡とは程遠い現実の世界で一体何をしようというのか。 Excuse me, excuse me, come here, come here.Excuse me, watch this. Watch this. Okay. Watch, watch. Watch, watch. ゆっくりと手に取ったリンゴにパワーを送るセロ。その様子に目を留め、人が集まり出してきた。と、その時。え？ウゴちゃん、浮いてる。浮いてる。浮いてる。なんとリンゴがセロの手を離れて宙を舞い始めたのだ。さらに、うわっ、何これ、やだ、嘘、何で、何で、何で、本当に、うん、おすすめ。続いて食べてしまったリンゴの会計をするためレジに向かうセロ。105円のお会計でございます、はい、お会計の方105円になりました。あと5円足りないです。105円、でも100円って書いてありましたよ。消費税入りまして5円必要なんですけれども。すいません、今日持ってきてない100円しか。食べられてしまってどうしようもないんですけれども。これはいつも募金箱でして、あのお客様が募金してくれたものなので、申し訳ございません。こちらの方からは、ちょっと待ってください。これを
手で取らないで不思議な方法で取ります。そしたらいいですか？ダメです。ちょっと見てて。この辺の五円玉見えます？真ん中あたり、ちょっと見てくださいね。いきます。わずかな隙間しかない募金箱の中から一切手を触れることなく五円玉を取り出した。105円、これでお願いします。募金箱ですので、こちらここからお受け取りできないんですけれども。ダメなんですか？じゃあですね、じゃあ今日は僕からですね、一体何が起こったのだろうか。募金箱を持ったセロが後ろを向き振り返った瞬間、大量のお札が出現した。じゃあ僕からチャリティーには差し上げますので、リンゴください。わー、ありがとう。Thank you。 これは本当にマジックなのか。我々はまたしても奇跡の目撃者となった。